次の曲に行きたいと思うんですけれども、さっきね、ようちゃんが扇子1個振り回しても大丈夫な距離だったんですけど、3人でちょっと扇子を振り回しますので、どうぞ当たらないようにはしますけれども、皆さんお気をつけくださいね。じゃあメンバーの2人準備いいかな。当たりっぽい、そういうことだな。絶対に人に当てちゃダメだよ、扇子。絶対にダメだよ。ということで聞いていただきたいなと思います。それでは聞いてください、天正。Thank you.